あ、サッチ来たよって、ありがとうございます、こんばんは。なんか伸びたのか、なんだろう、巻きが取れちゃったのかな、気に入らぬ前髪が。でもあっち、そう、聞いてください、今日三脚をやっとゲットしました。チーズそう、三脚をゲットしたんです、皆さん。でもリングライトがついてない簡易的な三脚なんですけど、ゲットしました。やっと角度も変えれるし、あの自撮り棒にもなるので、すごくいい三脚をゲットしました。イエーイ。なんか前髪がすごく目にかかるんですよ、だから気になっちゃう、どうしたらいいんだろう、なんか前髪が目にかかる、すごく。いっか、そう、手持ちがね今後少なくなるのかなって余ってます。そう、持ち運びもしやすそうだったので、いろんなところでできそうだなって思いましたね。ちょっと高いかな、いつもより。ちょっと下げます、違うな、こうか。でもまだあの使い慣れてない、もうちょっとまっすぐがいいな、まっすぐで、でちょっと下げたらいいのか、すいません。ちょっとどう、いつものとこかなわかんない、まあ今日はこれでいきます。サッチに会いたかったよって、ありがとうございます。あ、そうです、明日5月27日は初めてのオンラインお話し会、イエーイです。やった、たくさん明日お話し会やろうって、あ、やった、明日お話し会楽しみです。私も初めてというのもありすごく楽しみですね、ワクワク、いろんなことを話しましょう。ちょっとまだね、緊張がやっぱ取れないかも。ねえ、照れちゃうね。明日も明後日もお話し会行くよって。やった、待ってます。それはとっても楽しみでですね。こんばんは、こんばんは。やだね、くし、もういっか、この前髪でいっか。こんばんは、サッチーって、サッチーです、こんばんは。今週末はいけないけど6月11日あ、やった、6月11日待ってます、楽しみですね。ね、緊張、あ、やった、日曜日お話し会行きますのでよろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございます。どういう感じなんだろうね、緊張する。サッチーって、こんばんは、こんばんは。そう、来月の大阪、あ、やった、そう、6月24日は直接お話し会の大阪があるのでとっても楽しみです。大阪に行けることも楽しみ大阪ね、あんまり行かない、旅行があんまり行かなくて楽しみですね、とっても。明日よろしくお願いします、よろしくお願いします。オンライン話し子、そう、こんばんはね、たこ焼きが食べれたらいいなとか思ったり思ったりたこ焼き食べたい、ぜひほっぺたにたこ焼きを詰めながら確かに幸せですね、それは。551の豚まんチャレンジ、はあ、聞いたことある、
551駅に、大阪は行ったことあって駅で見た、食べてみたい。サッチはガンガン絞るタイプ、どうだろう、なんだろう、どうなんだろう、でもよく喋ります多分緊張がほぐれたらよく喋ります。そう、食べたことはないんですけどあ、串カツ、そう、串カツこの前、最近カスミンと食べに行きました、串カツを。そう、美味しかった、串カツ好きなんですよねそう、串カツ好きで、串カツのね食べ放題にぜひとも行きたいって思ってたんですよ、ずっと高校1年生ぐらいの時からずっと行きたいと思ってて、そう、1年の時を経てやっと願いが叶いました。最近串カツの食べ放題に行くっていう、楽しかった。スイーツもシュークリームと、あとアイスクリーム、ソフトクリームか。そう、串カツって楽しい、なんかなんだろうね、食べ放題すごい好きなんですよね、なんか美味しいだけじゃなくて楽しいじゃないですか、だからすごい好き。28日は仕事で会いに行けないけど他の日は全部、ありがとうございます、やった、たくさんですね。そう、楽しいですよね、食べるだけじゃなくて。お、広島のアウトレットにも串カツの食べ放題があるんですね。そう、食べ放題はそういろいろ考えながらね楽しいよね、すごい好き。サブメニュー結構好き、焼肉とかもし行ったりしたらとか、サブメニューもねよく食べちゃう。こんばんは、こんばんはね、自分でトッピングする系楽しい、楽しい。こんばんは、こんばんは。しゃぶしゃぶ食べ放題の寿司食べ放題作って儲け、あ、見たことある、聞いたことあるけど、まだまだ手をね出せたことない、しゃぶしゃぶのお寿司付きね、食べたい。そう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 、自分のテーブルでねあげて、楽しいよね、めっちゃ楽しかった。でもなんか1分ぐらいがあの美味しい時間ですみたいな、ちょうどいい時間ですみたいな書かれてたんですけど、2人とも欲張りすぎていっぱい入れちゃうし、いっぱい取りに行くんですよ、だからあの1分どころじゃなくて、でもね焦げ焦げまではいかなかった、すごい美味しかった。お肉がちょっと硬かったかなぐらい、でもすごい美味しかった。広島暮らしはもう慣れました、本当に安心、最初はどうなるかと思ったけど慣れました、なんとか楽しいです毎日。そう、油飛んだの油飛んで、そう、顔にねかかってね、めっちゃ熱かった。素揚げが良くないらしい、素揚げしちゃって飛んだの、バーンって油がバーンってなって飛んじゃって、氷ですぐ冷やしたけど。ハローサッチ、明日オンライントーク初突撃するね、待ってます、イエーイ、明日、明日か、イエーイ、楽しみ。そう、あ、エビが飛ぶのか、そう、もうホームシックは慣れました、よかった。エビか、水分か、でも揚げたら、そのさっきまで入れてたのを全部取ったら、なんか春巻き、チーズの春巻きみたいのが破裂してて、絶対これじゃんってなって、多分それでした、チーズの危険を察知しないとですね、本当に。いや、ちょっと察知できなかった、油が飛ぶ瞬間に、急にめっちゃ楽しんでたらね、バーンって言って飛び散っちゃった。ここね、オンライン話し会緊張しますよね
うまいってそれな確かに察知しなきゃを使おう今度からそのネタ奪いますねそのネタ奪います使いますさっちーこんばんはさっちーあ、油跳ねガードを持参したらいいのかこうやってしながらしたら顔には散らないね確かにメモメモさっちーのな脳みそにもメモしましたこんばんはこんばんはねお話し会早くなれるように頑張らない頑張るというかね緊張しそう明日とか特にどんな感じなんだろうね楽しみ最近暑いですね今めっちゃ今急に暑いと思っちゃった長袖2枚も着てるんです中にも白い長袖着ててめちゃくちゃ暑い楽しんでねありがとうございますね楽しんで楽しみながら頑張ろうと個別は個別初ですね個別初ですそうメールも画像つけられるようになってよかったさっちーさっちーもうそろそろ梅雨する確かに梅雨って結局いつからなんだろう去年なんか6月入ってもそんな雨降ってなかった気がするどうなんだろうあ、鍵開けって何ですかね、あんま雨降らんかったよねそうそうそう あ、そういうこと偉い人がそうだよね釣り釣りじゃない梅雨って言ったら梅雨だよねね去年全然なんか降っとる降っとるなんか記憶があんまりない宿毛矯正をかけたんですよでもなんかあんまりなんかどっちかというと汗のためにかけた感じあれか最初の方なんですね鍵開けはありがとうございます教えてくださってなるほど順番ってどうやって決まるんだろう私の初めてのオンライン話し会の鍵開けさんあなんか鍵閉めはなんかね聞いたことあるなるほど最後は鍵締めさん鍵締めありがとうございますそういえばさっちの名前にある葵の花が咲いたら葵の花で合ってるのかなところで梅雨入りあーなんか素敵花が咲いたらなんとかとかってめっちゃいいですよねそうなんだ葵の花合ってるのかな葵の花青の花思い出せてよかったさっちーこんばんはこんばんは今日いつもより前髪熱いのかなだろうねこんにちはこんにちはありがとうございますサッチーはシンプルな服が好きなサッチーシンプルな服好きですねうん、うん、シンプルが好きかなえでもなんかあのなんていうの絵が描かれてる T シャツとかも好きです
こんにちは、ありがとうございます。夏は T シャツ多め。いや本当に T シャツばっかりかもしれない。去年はもうなんかあれですよね、夏って難しくないですか、個性出すの。去年は本当に T シャツになんか長スラックスっていうのかな、スラックスにサンダルっていうコーデを、なんていうの、いろんな服で、もう形はそれでいろんな服でローテーションしてたぐらい、そのこだわる、なんていうの、形にはまっちゃう。あ、やった、清潔感がある服だね。これはお気に入り初めての配信でも着てたシャツ、お気に入り。なんか今の季節難しいですよね、服を決めるのが。だからこのお気に入りのこれをたくさん着てしまう。今日は STU 色って感じですね。あ、やった、 STU48 です。こんにちは、あ、ありがとうございます、たくさん。やったやった、サッチーです、ありがとうございます。あ、七分丈、でも七分丈今の季節欲しい。私はエッティユギフトの色と同じだね、青。イエーイ、 STU 青青。手を下から咲き始めたら強いって、そうなんだ、素敵、花で変化を分かるのいいですね。こんばんリエチー、ワンワンじゃないや、こんばんサッチー、こんばんサッチー、こんばんは下はどんな服、今はお家に帰っちゃったので長ズボンに着替えたんですけど、さっきまでは黒のロングスカート、ちょっとタイトめのロングスカートを履いてました。黒いいですよね、やっぱり夏は着るものが軽くて楽。軽い、旅行とか行ってもたくさん持っていけるからいいですよね。夏好き、でも冬の方が好き。冬は荷物が多くなっちゃうけど、服は冬が好きですね。カーディガンが好きなのでこんにちは、こんにちは。キャップは好きです。そう、実は今日キャップを1個買ったんですよ。そう、キャップは好きなんですけど、持ってるのは2個たったの2個。お気に入り、これからバンバン夏なしね、使っていきたいと思ってます。そう、冬が好きなんです、雪が大好き。去年雪が降って楽しかった、みんなで雪合戦、学校で雪合戦したんです。だから今年も雪が降って3期のみんなで雪合戦したい楽しかった、雪合戦楽しいよね。キムチ鍋お腹あれですか、リエチ作だからですか。もうめちゃくちゃ美味しかったです、キムチ鍋。そう、山口も積もりました。結構積もって、そう、結構めっちゃ積もったんですよ。学校行くの大変だったんですよ、めちゃくちゃなんでこんな自慢げに言ってんのやろ。めちゃくちゃね大変だったんですけど、その大変なのがね楽しかった。千葉はあんまり雪が降らない。そっか、なんか福岡も降らないみたいな雪合戦とか小学校の、ね、小学生の時はなんか授業、今日は雪合戦ですみたいな多かったけど、中学からはあんまりなかったので、ね、悲しいですよね。でも去年は体育がちょうど被ってて、体育雪合戦だったんですよ。もう最高ですよね、最高に楽しかった。そう、山口は結構降るんです。タイヤして
になって、確かに確かに、そう雪の中歩いていきました。そう授業、なんか授業体育をやる時間だったんですけど、もう高2が終わりぐらいだったんで、高2が終わるからもうなんか授業がもうほぼ終わっちゃって、やることがで、なんかゲームみたいな感じだったから、ゲームみたいな感じだったから、あの先生にみんなで「先生雪合戦したいです」って言ったら「いいよ」ってなって雪合戦しました。楽しい、楽しかったです。もうルールとかなくてもう自由。そう雪だるま作ってる子もいました。中で遊んでる子もいて、そうもう本当に自由時間でしたね。あ、福岡冬寒いんだ。そうなんですね。そう山口降るんですよ。初知りですか。そう山口でも珍しいですね。降ったらもう大喜び、大喜びレベルです。ちょっとでも降ったらもう大喜びですね。サッチに雪の塊をぶつけられないって優しい。めちゃくちゃぶつけられました。去年雪合戦した時容赦なかった、あの楽しかったんですけど、もうやめようってぐらい痛かった。今日も楽しかったから、オールオッチェ、今日のオッチェ一個へ、こたつで丸くならないの。そうです、私は逆にもう出ちゃう派。ちょっとでも降ったら外に出てる。雪っていいよね。雪玉痛いですよね。そう地味に地味に痛かった。サッチーってありがとうございます。痛かったです。こんばんは。そうオーロチェオッチェ、君のことが好きじゃから。ST の漫画いるけど、怖い、私球技苦手だから負けちゃうそうなんですね。でもちょっと3期とかでやってみたいスキーはやったこと、スノボーかも。スキーもスノボーもなくて、スケートかな。スケートはあります。でもスキーとスノボーはまだ未知の旅、未知の世界。あんまり、あんまりじゃない、やったことないです。やってみたいね。横浜とかにも行きたいですね。サッチも行きたいです。3期誰だろう、本当誰だろうね。確かに球技苦手って声はよく聞きますよ私も苦手なんですけど、どうなんだろう。雪積もったら必ず雪だるま作るよ。雪だるまも作った去年、熊雪だるまサッチーありがとうございますね。スキースノボーすごくやってみたいし興味も、でも難しそうなイメージめちゃくちゃ。こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。あ、ヒータンだ。あ、ヒータン強いんじゃない。ドッジボールが得意って言ってたからヒータンだ。ヒータン強いね、多分。そう、ヒータンはドッジボールが得意だそうです。こんにちは、ヒータンだね。じゃあヒータンを味方につけたらヒータンチームの勝ちかな。どうなんだろう。ヒータン容赦なさ。ありがとうございます。前髪伸びたかな、目にかかっちゃう、すごくここが痒くなる。ポリポリ上げて配信しようお、おまゆ
シュタグ好きなんだ。こんばんは、こんばんは。あ、高一の時は前髪長くてセンター分けでした。そう、センター分けしてました。でもずっと最近はバッツン。そう、でも巻くのが痛すぎて当時はすごい気に入ってたんですけど、今写真見たらヘタピだったここのくるりんってやつがね、今はバッツンです。こんばんは、こんばんは。学力テスト楽しみ。怖い。テストあるのか。センター系ですよ。いやいやいや、もうね、本当にね、子供みたいだから高一だけどセンター分け、なんかセンターでもなかったんですよ。73でもなくて 5.5、4.5 ぐらいちょっとだけ引いた衣装だったんですよ。そう、ありがとうございます。佐川崎さん、こんばんは、けもこみよ、ありがとうございます。やだやだやだよ。それかも超お前、お前ちょっとね、あの興味ある自分が好きなアイドルさんがお前で今確か、え、かわいいと思って、かわちいと思って、そう、お前はちょっと興味がありますそう、本当にね、アイドル前髪になったよね、ここだけ空いてるやつ。今はこれが気に入ってます。かちさち、そう、私ちにしがち言葉を。おんたまお前も好きだし、おんたまも好きです。そう、おんたまで思い出したんですけど、100円均一ショップでおんたまに、簡単におんたまが半熟卵かなできる器具買いました。レンジで、めっちゃ良くないですか。黄色のやつなので、ぜひ皆さん見つけたらお買い求めを。そう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 、水入れるやつ、もう今嬉しすぎてそう、水入れるやつ、レンジで500ワットで50秒のやつ、そう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 、それそれです。それをね、見つけて即買いました。山口で正解です。それです、それです。そう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 、針でみんなすごい分かってるそうそう、それです、それですそれです。それを衝動買いしちゃった、衝動買いっていうか買っちゃった、嬉しすぎて。それな、50秒は短くていいですよね。そう、なんか丼を最近食べるんですけど、いろんな具材をのせて、卵あったら最強じゃないですか。だからずっと欲しくて、やっと道決まってた。針そう、爪楊枝で穴。山口帰りますよ、大好きなので。山口、 I love 山口。そう、しらす丼今日は食べなかったんですけど、あ、そう、ゆで卵の硬さ測れるやつも欲しいんですよね。卵はバンダーなので、卵これね、どんぶりだから、そう、乗せるだけ、簡単あ、レンジでスパゲティ茹でるやつもよく使います。もうレンジって最強ですよね。自分もよく使う、レンジでスパゲティ、いいですよね。簡単だけどちゃんと美味しくて大好きでした。これからもご愛用しようと思います。あと、コスメも買いましたね。めちゃくちゃ急に山口の体市場に行きたい。めちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃおすすめです。サッチの顔がゆで卵に見えてきた。パスタはなんだろうな、
明太子も好きだし、カルボナーラも好きだし、クリーム系が好きです。でカルボナーラかな、最近は一番好きなのはかな。メンタクリームとか、あ、この前メンタクリームパスタ作りました。美味しかったです。山口県旅した計画です。ね、いいですよね、からと市場と萩は。萩も大好き。萩の夏みかんソフトが売ってるんですよ。今はあるかな、最近行ってないんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。瓦そばじゃない、あの夏みかんとバニラのハーフのソフトクリームがあって、めちゃくちゃ美味しかったです。錦帯橋もいいですよね。ソフトクリームが100種類ぐらいあるじゃないですか。でも未だに選ぶの悩んじゃう、やっぱ100種類もあると。ローソンのカルボナーラ美味しい。美味しいですよね、パスタ美味しい、固め。サッチーこんばんは。今サッチーが映ってなかったですね。こんばんは。そうそう、武蔵とね、面白い名前ですよね。すごく美味しい。固めじゃなくて固め配信。チロ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 。ラザニア食べますか？ラザニア食べたことないかもしれない。ラザニア、ラザニアないかも。もしさっちが山口のグルメを紹介するぜひ見てください。やりたーい。もう山口はもう美味しいものたくさんですよ。ね、ぜひやりたいです。ありがとうございます。そう、よく配信で方言の話するじゃないですか。で、あんまり方言出ないって言ったんですけど、私方言めっちゃ強いみたいです。誰に言われたっけ、メンバーにも、メンバーじゃないな、友達かな、お母さんにも言われたし、誰だっけな、誰かに、いやさっきは方言強いよって言われて、あ、自分って方言強いんじゃと言われます。メンバーかな。そう、好きな層、好きな層も言うし、なんか邪険が強いってすごい言われる。邪険とかやっとけみたいな、やけさみたいな。多分タメ口になったらすごい出るんだろうなって思った。そう、あ、山口はうどんがやばい、やばいかもしれない。でも香川をコテコテの山口、コテコテの山口弁、多分タメ口だとね、コテコテになると思う。ちょっと一瞬タメ口で帰って、あ、お話し会いいね、それお話し会ではタメ口って、確かに特別感あるね。広島、え、でも広島と岡山似てると思ってたんですよ。でも結構違ったかもしれない。でも広島はちょっと似てるか。ジャケは広島の子とか話してると、私もジャケすごい言うので、ジャケジャケドロチ、あ、そうそう、ジャケンもすごい、ジャケンめっちゃ言うな、ジャケンさーって、ジャケン、あ、ジャケンめっちゃ言うわ、ジャケン、うんっていう。埼玉うどん有名。そうなんですか、食べたい。最近うどんにハマってるんです。家でもうどんたくさん食べ、広島だとジャケンっていう感じ。広島も多分言う気がする。かすみめっちゃ言ってる気がする。ジャケン、ジャケン、ジャケンって自分もめっちゃ言う。そう、だから2人が話すとジャケン、ジャケン嵐なんですよね。こんばんは、ありがとうございます。一人称はうちとか言う。
え、最近はあんまり言わないです。でも昔めっちゃうちねってめっちゃ言ってました。最近ね、自分って言うんですよ自分ねって言っちゃう。なんか高2の時に一緒にいた友達が自分って呼んでたんですよ。だからなんか自分って呼んじゃう、映っちゃった。前まで私って呼んでたんですけど、映っちゃって自分って呼んじゃうになっちゃったんですよ。こんにちは、こんにちは。そう、なんかその友達がよく一緒にいた自分ねって言うんですよ。で映っちゃったワイ、あ、ワイも言うかも。足、足ね、足使ったことないかも。使ってみようか。あたい、あたいさって言うか。関西は言ってのこと自分な、あー確かに確かに、イメージあるかもしれない。自分な、なんとかやねんみたいな言ってるイメージある気がする。わし、渡す、あ、渡すいい。私渡すって言おうかな。渡すはなんか叶うが我って言ってなかった。で一回映っちゃって我って言っちゃったえ、でもね、ネタじゃなくて本気でわいって使う人ね、あの私もいる友達であ、今はね私に戻ったんですけど、中学生の時にわい、わしって言ってました。え、わしだよね、あ、わいだ、わい、わいねって言ってました。僕、僕ねって、あ、僕かわいい。でも渡す、渡すは、私は今日豆腐を食べました。拙者拙者拙者、拙者いいね。ワイ、ワイ、ワイは、あ、ワイもいたかもしれない、友達に。ワイはオラ、え、あ、いた、オラもいた。どうしよう、私の周り個性豊か。オラいた、オラすごい言ってる子いた、仲良くて。オラねー言ってた、いた。おいどんもいいオラ、オラはそれが、え、そうじゃん、悟空じゃん。オラいた、あ、思い出しちゃった、なんか懐かしくて泣けるオラいたわ、懐かしい。そのすごく私大好きだったんですよ。あの虫とか植物に詳しくて、すごい教えてくれて、もうめっちゃ好き。そう、しんちゃんだね、オラ。女の子ですよ、でも女の子でオラって言ってて、すごい。ワクワクすっとね。人間関係得意な方じゃなくて、ひどい切りが一番楽だと思ってた。誰もいない冬の浜辺も僕は寂しくなかった。虫に詳しい女の子だし、そう、あと動物にも詳しくて、動物にも詳しいし、鳥にも詳しいし、犬にも詳しいし、猫にも詳しいし、一緒にペットショップを行って楽しかった、楽しい、すごく物知り。そう、これすごくハマってるんですよ。冬の浜辺も僕は寂しくなかった。歌おうめっちゃ急。サッチーってありがとうございます、こんばんは。そのオラっていう動きになる、オラっていう子も面白い。交換日記もしてて、交換日記もしたし、なんか文通も結局してないんですけど、あの引っ越す時に文通しようって言われましたそう、私やりたかったんですけどね、文通は今ちょっとまだ待ってってなってやってないんですけど。そう、でも手紙ってやっぱいいですよね。今メールが発達してるんですけど、手紙私やっぱ好きだなって思いました。そう、昔やってたその交換日記をメールで送ってきて、この前、懐かしいねえ、手紙っていいよね、本当に思う。そう、引っ越す時も手紙くれて、5枚もくれたんですよ。あとアルバムも作ってくれて、泣いちゃう、嬉しすぎてね、すごくいい子そう、特別ですよね。
ね、文通したい、すごく結局してないんですけど文通したい。帰ってさ、あれ手紙届いたら嬉しくない？ね、頑張れる。ご飯入って読書感想文レベル確かに。え、でも本当にこれが読書感想文だったら金賞取れちゃうぐらい感動する。そう、国語が得意なんですよ、その子。だからすごい感動した。普通に泣きそうだったやった。いや、そろそろ歌おうかな。昨日は1曲しか歌えなかったので、今日は何曲か歌えたらいいなと思いながら思っています。そう、金賞だった、大金賞。こんばんは、ありがとうございます。人生であと何回この海を眺めるだろう。どうしようかな。負けても戦う、勝つんだキアラちゃん。今は夏になりそうでならない、そんな日です。どうしよっかな。めっちゃ卒業の、あ、間違えた、イヤホン差し取らんかった。イヤホン差します。さあ、何の曲かな。どうしようか。じゃあまずは歌います。1曲目、およよ、およよ、ネットが悪いのか。しばしお待ちくださいませ。あれれれ、およ、うん、ネットかな。